夜も更けてきたし、そろそろ寝る時間ね。私、もう寝ますね。おやすみなさい。お父さんも早く寝てね。背景、お父様、お元気ですか？私は今とても幸せです。だって私の夢が叶ったんですもの。明日はとうとう王子様との結婚式です。あなたと共に過ごした8年間は言葉にできないほど大切で素晴らしいものでした。私はあなたから困難に立ち向かう強さと人を愛する優しさを教えられたのです。プリンセスになりたい。あなたのもとに身を寄せたばかりの幼い私には到底かなわないと思えた夢、それが現実になったのはすべてあなたの温かい愛情の賜物だと思います。いつも優しく、時には厳しく、私を広い心で導いてくださったあなたの愛を忘れることはありません。あなたがくれた真心を私は広く五海へ還元しようと思います。あなたがしてくださったように、私も大きな愛で王子様と共に幸福と困難を分け合って生きていきます。いつまでも見守っていてください。あなたの娘、かしこ。私はかつてこれほどの民の祝福を経験したことがない。歴史に残る式となったな。まだ夢みたいな気分。目の前の風景が信じられない。夢なら覚めないでほしい。夢ではない、正真正銘の現実だ。さあ手を振ろう。これまで不安に苛まれてきた民に希望を与えるのが我々の務めだ。君の笑みが彼らにとって最高の励みとなる。惜しみなく与えるといい。ちょっと照れるけど、はい。私の好きな場所だ。ここからいつも民の営みを見ている。これからは君と二人で見ることになるな。ねえアスパル、なんだか私まだ実感が湧かないの。これからプリンセスとしてここで暮らすなんて信じられない。それに少し本当に私がプリンセスとしてやっていけるのか自信がないの。私は微塵も心配していないぞ。
君ならできると確信している。何しろ君のお父上はこの世界の元勇者だ。かつて世界を救っただけでなく、君のようなプリンセスまで育て上げてしまった。君はお父上を誇るといい。不安になったら私がいるし、お父上も駆けつけてくれよう。そうだね。だがいつまでも甘えていてもいけない。これからは我々二人が協力して王国を支えていくのだ。君のお父上に笑われないよう最大限の努力をしよう。そして常しえに平和な国を築くのだ。私がずっと一緒にいる。必ずできると信じてくれ、私のプリンセス。はい、信じます、私の王子様。